気になる乾杯のポーズがこちら。ほんと2人だけ笑ってるわ。なんか溜めてこう2人でこうパーンってんのかなってたら急いで多分局長に合わなかったからも確かに合わせるの難しかったです。ここで森田から大園にクレームが。なんか初めて隣になった時があって、うん、なんか最後ウィアーバディーズドーンっていう最後決めポーズがあるんですけど、うん、そこでリハの時に私乾杯するねって言ったんですよ最後に。そうですよね、うん、でいつも違うポーズしてるんですけどその時はもう本番中ですよ、うん、で大園ちゃん隣にいるから乾杯したら大園ちゃんめっちゃ前でハブそれはひどい。これの透かされた映像もあるみたいです。見てみましょう。最後の決めるところで隣だもんね。隣にいる。いいですよ。やるぞ。やる。綺麗に。これはひどいわ。ちょっともう一回見よう。もう一回見てみましょう。ここ見てるから。見てるから。やるよね。やるよね。もっといけるよ。頑張れ頑張れ。いけるいける。いけ。森田の顔見てやれよ。これひどい。全く気づいてなかったです。なんだこれ。切ないよ。しかもこの後すぐ暗転なんですよ。今やったのにみたいなリアクションも何もわからないんですよ。真っ暗だから。気持ちいつもより暗転するの長く感じちゃって。なんかちょ暗転まだかな。今後もやる？そうですね。乾杯。隣になることがあれば。うん、でもこれはお客さんとかもね、確かに、ね、なんか並んだなと思ったら、でもひょっとしたらどっちかすかすかもしれないよね。そうなんですよ。全然関係ないメンバーもやり出すとかね。あ確かに広がってったらね。そしたら高広先生がなんかみんな振り返って。急になんかみんなやりだしたけどどうしたっつってなる。いやバディーズで全員で。いやだ。どうしたの？